ミュージカル当日にお越しいただいて誠にありがとうございました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。どの声で喋ろう。日本初演、ミュージカルロッチ今日誕生しました。今日はですね、初日ということで、もう超特別スーパー完全コール完全コールしたいと思っております。今日はですね、プリンシパルの皆さんに一言ずついただきたいと思うんです。楽しい初日を迎えることができました。ありがとうございました。僕がこの舞台で一番緊張するシーンはカーテンコールのダンスです。私今日初めてミュージカルというものに出させていただいて、ミュージカルデビュー、素敵な作品で、こんな素敵な劇場で本当に光栄でございます。お客様が入っていただいて、初めてこのトッツィという作品の姿を見れた気がして、やっててとっても嬉しかったです。ご来場いただきましてありがとうございます。どうも、ミハンサイルです。ミュージカル俳優やってます。いや、本当に最後までものすごい盛り上がっていただいて、すごい笑っていただいたり、拍手いただいたり、すごい盛り上がってよかったんですけども、途中ね、笑ってる途中に、あれ、ここ笑っていいとこかなって拍手した時に、あれ、これいいとこちょっとそのね、お客さんのね、空気を伝わって楽しかったんですけど、一つ思ったのが、山崎育三郎は歌歌えて、かっこよくて、女装もきれくて、演技もできて、お笑いできたら、芸人はどこに勝ち目があるの。ありがとうございました。本日はありがとうございました。マックス川萌子がよろしくです。ありがとうございました。これから、毎日脱げると思うと、ワクワクしかありません。これからもよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。皆様楽しんでいただけましたでしょうか。本当にその気持ちで私たちは本当に舞台に立っていられます。大千秋楽で一緒に盛り上がっていただければと思います。最後まで一緒に楽しみましょう。ありがとうございました。本日は本当にありがとうございました。本当に嬉しかったです。笑ってここ不安だなっていうところとかもあったんですけど、稽古中笑ってくださって本当になんか涙が出そうになりました。そうなんです。でも本当にこのトッツィは本当にプリンシパルの皆さんもそうですけれども、アンサンブルの皆さんが本当に本当にすごいことです。私も袖で見ていて、なんかその姿にも泣きそうになってしまって、常になんか泣きそうになってしまいました。最後まで怪我なく病気なく、みんなで選手力大選手力を迎えられるように精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして素晴らしいオーケストラの皆さんに大きな拍手。